2022年の2月28日月曜日、本日ね、待望のワンピース大海賊シールウェハース第1弾がね、発売されたので、ではもう早速ね、ツーボックス開封していきたいと思います。さあ、では外箱はね、こんな感じ、ワンボックス110円の20個入りになってます。こんな感じで2種類、イーストブルーと、まあ、新世界編っていう感じの2種類に分かれてます。さあ、ラインナップやメタリックホロ加工になってるということについては、前回の動画で徹底解説してますので、今回ね、もうすぐ右側から早速開けていきましょう。待望の1泊目何が来てくれるんでしょうかと、ズン、おー !1 泊目からね、イーストブルー僕は全盛期なので、いやー、やっぱりね、今回ね、メタリック加工具合が全然違いますね。これ、ドラゴンボール挑戦シルエハースの新しい最新弾、スーパーという風にね、新しくリニューアルされたシリーズなんですけど、それとね、同じようなホロ加工、表面がね、指紋みたいな形になってるっていう同じようなホロ加工になってるので、前の動画で言った通りね、おそらく剥がれにくくなってると思います。いやー素晴らしい。鬼滅の刃のデフォルメシールウェハースって結構剥がれやすいんですけど、ちょっと見にくいんですけど、比較するとね、全然違うんですよね、光り方が。こちらのね、メタリック加工の方が全然いいと思います。ウェハースは一応ここはクリーム味。さあ、2パック目何が来るか。おー、ビッグマム。お、早速レア来てくれたね。さあ、レア全5種のうち1つ目、ビッグマム出てくれました。ノーマルは全部で13種だ。さあ、3パック目。おー、まあ、早くもね、シークレット覗くと1番目の狙い。ヤマトの SGR です。スーパーね、グランドレア。ゴッドレアじゃないですね。ラインナップってね、画像で見るよりも全然いいですね。いやー、素晴らしい。さあ、SGR に続けるか。ズン。お、イゾウですね、ノーマル。早くちょっとね、グランドレア4種も早く見たいんですけど、どうだろうか。グランドレア出てくれるか。ズン。お、サンジーだね。これ、イーストブルー編からのサンジーや、ゾロ、ルフィ、こういったところは本当に狙いですね。他ね、イーストブルー全盛期で、漫画の第1巻が発売された時から読んでるので、個人的にこういうシールは熱いですね、サンジー。さあ、6パック目何か。おー、来たー。めっちゃ狙いでした。前回の動画でも話した通りね、スーパーレアからいきなりこのレインボー箔というか、いや、本当にね、豪華な仕様になってると思います。これがレインボーなんですよね。さあ、スーパーレア4種のうちね、まずは1種、小紫ちゃん、日和ちゃん出てくれました。さあ、右側7パック目、グランドレア。おー、モーガンさん来てくれましたね。いい感じでイーストブルー編から来てくれましたね。さあ、グランドレアかシークレット来てくれるかどうだ。おー、来たー。1枚目のね、グランドレアは、ルフィでした。めちゃくちゃいいね。一応シールナンバー1になります。モンキー D、ルフィ、グランドレア。なかなかいいボックスになってるかなと思います。残り2パックはノーマルですかね。そうだよね。さすがにもうこれ以上は右側だけで、もうこれ以上はちょっと出ないかなと思います。さあ、右側ラストなんでしょうか ?321、ズン。おー、レア。和の国、ドレーク。レア5種のうち、右側だけで2枚来てくれました。あ、じゃあ左側10パックいきましょう。幸先めっちゃいいと思います。じゃあ左側1パック目いきます。321、シークレット。おー、ナミー。1パック目不動の人気のナミー来てくれました。私は海賊専門の泥棒。いやー、ちょっとシークレット来てくれ。321、来い。おー、マジで。来たー。マジで来たー。これでした、シークレット1枚目が。みんな大好き、僕も大好き、ポートガスティエースでした。もうこれがね、シークレットで来るって聞いたとき、マジでテンション上がりましたね。カイドウの首を通りに来たっていうね、エースのシークレット。今回のシークレット。さあ、これドラゴンボール挑戦シルハースのね、第2弾の方のシークレットなんですけど、このシークレットが、まあ SGR、まあスーパーグランドレアっぽくて、このシークレットが、ドラゴンボール挑戦シルハースの最新弾、第3弾のシークレットにちょっと似てますかね。ちょっと系統的にはこっちだと思います。いや、激アツ。ということで、左側の2パック目で来てくれましたシークレットが、いや、激アツなボックスになってますね。さあさあ、まだまだシークレット2枚目来るのか、すん。お、ゾロー。イーストブルーからのゾロでした。いいね、いい感じでノーマルも揃ってます。ノーマルね、全13種も結構揃いそうですね。ノーマルしくノーマルと来て何でしょうか、4パック目。おー、来た来た来た、モモロスケ。レア5種のうち3枚目だね。はい、こんな感じ。ワンボックスで宿あるのか。おー、キャロット。はい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 。この辺はね、配列とか封入率どうなんですかね。シークレットの封入率どんぐらいなんだろうね。いきます、6パック目、ズン。お、やっと。いやー、めっちゃ嬉しい。スーパーレア、これで2枚目、クオリティエグいっす。はい、おきくちゃん。さあ、7パック目、321、ズン。おー、クリーク。ドンが来てくれましたね。はい、ノーマル9枚目。さあ、カメラ越しで見ててもヤマトが光りすぎててもうわけわかんないね。はい、おー、マジで。だー、ちょうどヤマトの話してたからね、ルフィ来ないかなと思ってたんですけど、 SGR もう1枚 SGR2 枚ワンボックス入ってんの。これマジで紙ボックスなんじゃないかな。ちょっともう1個のボックス開けてみないとわかんないけど、紙ボックスなんじゃないかな。イラストどうですかね。いやー、めちゃくちゃいいっすね。
いやーちょっとこれをね2枚並べたかったんですよね。マジでこれ熱いと思います。こんな感じでイラスト一緒で、まあ、デザイン違い白違いになります。さあじゃあラスト2パック、9パック目はこちら。お、またイーストブルーから黒を来ました。はい、ノーマル10枚目。さあじゃあラストなんですけど、いやー今回紙ボックスになってると思います。いきますね、ラスト3、2、1、ズン。はい、ラストもレア来てくれた。エースと来てカイドウ来てくれたね。ちょっと驚いてるんですけど、まあ封入率高めなんですかね。さあじゃあ後輩行く前にちょっと旧ポケバインダーに入れてみました。シークレットとか SGR とか未開封なんですけど、開封してリフィルに入れたかったら、この 54×54 のチョコシールサイズ2000というのがおすすめです。今1枚目のこのリフィル、こちらのリフィルはカード用のこちらのヤノマンさんの旧ポケカード、旧ポケリフィル使ってます。ローダーのままね入れることできます。旧ポケじゃなくて6枚でしまいたいという方は、こちらのホビーベースさんのカードアクセサリーコレクションの6ポケリフィルでもいいと思います。まあ、普段はこれアーケードの未開封カードなんかが入るサイズになります。はい、そして開封したシールなんですが、同じくカードアクセサリーコレクションの20ポケリフィルに入れてます。ということでレアあと1枚とノーマルもね、まだあと1、2、3枚、あとウソップとかねまだ出てないので、もうワンボックスやっていきたいと思います。さあじゃあ次はね左からいきたいと思います。いやーさっきのがね紙ボックスだったのかどうなのか、まあ、今回からねこっからはねダブリが多くなってくると思うんですけど、どうですかね。左側2パックでさっきシークレット来てるんだっけ。おお、マジか、ありがたい。かぶらずに、うわむちゃくちゃかっこいいね。ゴッドレアトラパルガーロー。さあゴッドレア2枚目だね。いやーありがたい。さあ左側3パック目いきます。ズン。お、あーマジか、ダブっちゃったね。ウソップとか来てくれないかな、どうだろうね。ちょっとノーマルをねまずはコンプリートしたい。あの20ポケリフィルにね綺麗にまずノーマルとレアを入れていきたいから、きっと来た来た、ありがたい。バギー来てくれた。未生児漫画の最初の頃バギーめっちゃ好きでしたね。これでノーマル13種のうちあと残り2枚かな。お、マルコ来てくれた。これでレアコンプリートだね。さあまずはレア5種はコンプリートできました。おお、めちゃくちゃいい感じのボックスになってますね。さっきのボックスと今回のボックスで、ゴッドレア2枚目かぶりなし、キッド来てくれた。むちゃくちゃかっこいいな。いやーゴッドレアすごいいい感じのデザインですね。この辺の細かいねデザインまですごくいい感じで、まあニフォルメーションということで二等身ということなんですけど、これあんまり体も見えないぐらい全面的にキッドの顔がこう前に出てますね。いやーめっちゃいいと思います。いやこの2ボックスちょっと神だ。うーわこれマジで神ボックスだな2つ。さあもうこれで残りねノーマルも全然被りなく、これだと1枚になりました。いやこれはマジで、おおマジか。 SR のおたまちゃん来てくれましたね。おたまちゃんすごいね。この2ボックスそれぞれ別々のお店なんですけど、これボックスの配列ありそうだね。うわ出た、マジか、揃った。いやすごいね、マジですごいね。これでノーマル揃いました。ノーマルとレアもね、左側の10ボックス目で出てくれました。結局かぶり2枚だけ。じゃあ右側の配列いきましょう。さあちょっと5-5に分けて、いやこれ残り10個でもう1個のシークレット来たらほんとちょっとやばいんだけど、どうかな。はい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 、かぶりだね。いやまあ普通こうだよね、全然ダブっていいと思うんだけど、はい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 、こう2枚ダブりが続くとね、やっとちょっと安心してくる。うーわーちょっと待ってマジで、ちょっと本当に神2ボックスなんですけど、きたー、おでん窮屈でござる。これシークレットのもう1個の方なので、2ボックスでシークレットコンプできましたね。マジでえぐい、これえぐいっす本当に。いやーイラストもめちゃくちゃいい感じですね。個人的にはさっきのねエースの方がシークレット的には狙いだったし、あの嬉しいんです、まあ、嬉しいんですけど、いやーちょっとすごいね。こんなあのドラゴンボール挑戦シルハースの開封も、もうこれまでトータルで何ボックスやってきたか分かんないんですけど、ちょっとこんなこと初めてですね。あーやっとかぶり。さあラスト5パックいきましょう。いやーちょっとすごい。全30種28種プラスシークレットなんですけど、今回ちょっとすごい結果になってますね。うん、これでもうね、ゴッドレアがあと1枚出てくれれば、これだとゴッドレア1枚でコンプリートかな、多分。はい。おーマジか、ヤマト2枚目。いやーマジか、こんなに早くもヤマトが2枚被るとは思わなかったね。いやーめちゃくちゃいいっすね。さあこれで累計で38個目。はい、キャロット39個目。はい、39個目。お、クリク。さあスーパーグランドレア最後来てくれるかどうだ。はい、最後はね桃之助でした。はい、こんな感じでノーマルとレアはレア5種とノーマル13種コンプリートできました。そしてスーパーレアは2枚被っちゃったから、あと
と1枚だったね。あと1枚でコンプリート。はい、シークレット2周コンプ。スーパーグランドレアはヤマト被ったね。でグランドレアもあと1周でコンプだね。いやーという感じでね、今回マジで神ボックス、神2ボックスだったと思います。え、皆さんもね、今回2月28日本日発売のねワンピース大海賊シルエハス買えること、いい排出になること願ってます。ということで今回はね、こんな感じでした。最後までねご視聴ありがとうございました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。